こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は東京都八王子市京王線北野駅にやってきました。高尾山口方面に向かう高尾線が分岐しています。お隣の駅は東京都多摩地域のターミナル駅八王子。京王線では京王八王子になっています。新宿方面に向かいますとお隣の駅は長沼駅。周辺に位置するのは JR 東日本豊田車両センターになります。ちょっと列車の方出発してしまいます。各駅停車高畑不動行きに乗車しまして、まずは長沼駅に移動したいと思います。特急列車はだいぶ混雑をしていました。しかし各駅停車はガラガラ、空気輸送になっています。豊田車両センターといえば中央快速線や直通する青梅線にグリーン車が組み込まれ、いろんな動向を見てきています。ということで長沼の駅に到着をしてしまいました。新宿型のホーム先端になります。この先左方面浅川を渡りますと日野市に入ります。位置しているのは先ほども言いましたが豊田車両センター。橋にグリーン車がたくさん留置されています。そこに今回は見慣れないオレンジの車両が留置されているということです。様子の方見に行ってみたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。改札を出ました。どこかに周辺の地図があったような感じがします。しかし見当たりません。いつもであれば中央線豊田駅から向かいます。しかし今回向かうのは橋になります。長沼駅からの方が近いということです。こちらが浅川になります。渡れば日野市。以前ライブ配信をこの周辺で行っています。ご視聴いただいた方であればわかるかと思います。上流側に中央線豊田八王子間にかかる橋梁が見えています。それはさておき、オレンジの珍しい車両、早くしないと見えなくなってしまうかもしれません。急いで移動します。歩いて20分ぐらいで到着するかと思います。周辺では区画整理が行われています。道路の方がちょっとごちゃごちゃしまして分かりづらくなっています。しかしつい先日配置される209系線番台トタ81、82編成の様子を見に訪れたばかりです。合わせまして端に留置されるグリーン車の様子も見ています。以前とそんなに状況は変わっていませんでした。そして今回気になる車両、この奥に留置されています。右には現在運用されている E233 系0番台、そして211系との真ん中にオレンジの車両です。何やらステッカーが貼られています。女性専用車とも見えます。本当はこちら草をかき分けていけば近くから見えるはずです。しかし看板はないものの確か立ち入り禁止だったはず。角度を変えて見ていきたいと思います。現在の道路に対してかつては右側に道路が敷かれていました。区画整理が行われたことにより移設されています。その関係で間近まで行くことができなくなっています。E233 系0番台のグリーン車が JR 貨物に高収送されてきた際、この辺りに新鶴見機関区に所属する EF210 型が紛れ込んでいました。その場所でしょうか。オレンジの車両が見えます。こちら201系です。本当に見づらい状況になっています。現在は E233 系0番台で中央線など運用されています。201系といえばかつて運用されていた車両になります。こんにちはと言いながらスタートをしています。しかし訪れているのは夜明けとともに早朝になります。情報を聞きつけてなのか、すでにカメラを持った方がいらっしゃっています。少々距離を置いて見ていきたいと思います。
やーこの先入っていって近くから見ていきたいところです。しかし住宅が多々あります。仮に何かあった場合大変なことになります。入るのはやめときたいと思います。そしてこの配信を見て記念撮影に訪れる方、私有地も多々ありますので絶対に入らないでください。関西地方にもまだ現役として201系運用されているかと思います。中央快速線向けの201系、1979年に試作車900番台が登場しています。1981年になりますと量産車も登場しています。中央快速線以外に青梅線や五日市線、さらには八高線、駒川まで乗り入れていました。 E233系0番台が登場するまでは主力車両。1981年に登場しています。当時はまだ国鉄だったかと思います。国鉄初となる電気直波制御、さらには電力回生ブレーキを装備した車両でした。当時省エネ車両として注目を集めていました。青梅線や五日市線で運用されていた201系については103系の置き換えを目的に中央総武観光線で運用されていた車両を2001年に転用しています。まあ、角度を変えますと全く見えなくなってしまいました。最終的に2006年から2008年にかけてこちらの E233系0番台の導入が行われまして、2008年に青梅線や五日市線の201系、2010年になりますと中央快速線の201系、すべて引退する形になっています。当時の記憶といえば、豊田電車区、豊田車両センター、豊田駅が最寄り駅になっています。そこから中央本線を下り篠ノ井線に入り松本まで向かう団体専用臨時列車が運行されました。廃車改装を兼ねたようなもので、最終的に長野総合車両センターで解体されています。その他にちょっと変わった201系といえば、2001年に訓練車を改造しましてジョイフルトレインカー、4両編成色彩として団体専用臨時列車や多客輪臨時列車で運用されていました。結果的に2009年に河口湖までさよなら運行、引退する形になっています。このようなことは絶対にやめてもらいたいものです。大半の方がルールを守っていても、一部の方が目立った行為をすればそれが取り上げられてしまい、 JR の方としても何か対策を取らなければいけなくなってしまいます。全面的にここから見てはダメということになってしまうことも考えられますので、絶対にやめてもらいたいものです。かといって注意すれば揉め事にもなってしまいます。遠くから見守ることしかできないのが悲しい現状です。仕切り直してなぜ引退したはずの201系を見ることができているのか、幸い左側の211系出庫してくれました。全体が見えるようになりました。大半の車両は解体されてしまいました。しかし豊田にはまだ1両だけ残っていました。先頭車クハ201-1、トップナンバーです。反対側に運転台がついています。残念ながらこの位置から見ることはできません。 JR マークをなんとなく確認、保存車両になるんじゃないかなと思います。稀にイベントなどで登場する程度、通常は右側の建物内に収まっていますので絶対に分かりません。ここに1両残っていると知っている方少ないかもしれません。この辺り何度もぐるぐる回ったことがあります。しかし今までに1回も見ることができなかった車両、今回なぜ外に出てきたのか、
E233系0 番台、4+6両の分割可能な H 編成、H46 編成の先頭車、クハ E233 の504が人身事故に遭いました。前面のフロントガラスが大破しています。おそらくこの中で修理が行われているはずです。そこにクハ201の1を置いといたら邪魔になるということから、外に出されたと言われています。一時的なものかと思います。トヨタの方には機関車やスイッチャーの配置がありません。グリーン車を組み替えるとき同様、E233系0番台、3両編成、クハ、モハ、モハのユニットで入れ替えを行いまして、ここに押し込んだようです。早朝であればまだ車両センターの方稼働していません。日中になれば再度入れ替え作業が行われまして、中の方に入って見えなくなってしまうんじゃないかなと思います。よって急いで駆けつけました。十分見ることができました。とても大満足。現在運用されている車両と今後運用が予定されているグリーン車に挟まれています。日が昇ってきました。カメラを持った方の数も増えてきました。何事もないうちに早く中にしまってほしいと思います。今回八王子駅周辺に宿を取りまして駆けつけています。まだチェックアウトの方を行っていません。もう一度戻らなければなりません。そろそろ長沼駅の方に移動したいと思います。この先もいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。もう一度この素晴らしい並びを見たところで、この辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。一つ忘れていました。青梅の鉄道博物館や大宮の鉄道博物館で保存されるという噂があります。今回関連があるのか不明です。それではまた。